切れちゃった。写真撮ったら切れちゃった。切れちゃった。落とされた。いや、写真撮ったら切れちゃった。いやー、見とれるね。綺麗でしょ。綺麗よ。レンズ拭いて。いや、レンズついてないの。ありがとう、ルームありそう。ありがとう、伊藤さん、ナイス。おー、10個ナイス。おーい、ルームナイス、10個ルンルンルン。広いね、サムネの方が綺麗。あの、やっぱ肉眼が5倍です。ルンルンルン、やっぱ肉眼とはちょっと違うけど、画質がね、やっぱあるんで。札幌とはまた違う。札幌も綺麗だったけど、そのこっちだとなんかちょっともっと綺麗。レンズはついて、レンズ拭いてるよ。海に反射する、すごいね。100万ドルの時計だよ。100万ドルの来てよかった。いや、写真撮ったよ、 iPhone で。上に行ける、もっと行く、上から見る。マスコットありがとう、イブさん。上行けないぞ、行けない、閉まってる。大好き、運が前日についた。行けないね、今多分。来た甲斐ありましたね。今回の裏行けるぞ。裏って何、裏も行けんの。落ち着いた、北海道行きたい。裏もあるの、寒い。裏こっち何もないよ、何もないよ。こっち裏って何？雪の間は閉まってる。あ、そうなんだ。危ないからか。いやー、しかし見とれるな。日本で一番綺麗、函館。肉眼で見た方がもちろん綺麗だけど。ルームナイス、ヌンヌン。綺麗。今回旅の、いや、ちょっとふわっちはね、ズーム機能ないんすよ。ツイキャスあるんだけど。ウニ食べた。昔は裏も見えたんだよ。今見れないんだ。すごい。綺麗だ。マスコットありがとう。いや、寒い、寒い。寒い、寒いよ、かなり寒い。10倍ありがとう。皆さん、マスコットお願いします。綺麗、来たかい、やったね。ルンルンルン、今回函館のメインディッシュ。100むせた。100万ドルの夜景。今テレビに函館山出てる。ぼっちは誰もいません、ぼっちは誰もいません。いいね、ちょっと8時がロープウェイ最終便なんで、8時まで。翔太郎来なかった。翔太郎来なかった。好きっていう文字があるんだよ。さっきここだね。好き。
あ、こう見ると見えるね。もう今好きって一回見えると見えるね。ここでほら好き、これ告白に持ってこいだね。好き、綺麗ですね。綺麗、いやーこれは綺麗ですね。もう遠くの方までもう本当にかなり綺麗で、電波もあるしね。船通ってない。ハートなんてあるの？ハートもあるの？パクさんに怒られる。好き、告白の練習さっきしたよ。だからもう一回やろうか。ハートなんてあるの？ハート？昔はもっと、今コロナであれか、コロナでちょっと明かりが少なくなってるのかな、もしかして。ハート聞いたことある。ハートなんてあるか。ハートどこにあるんだ。ハート見つかんないな。ハートは分かんないな。ハートは配信者の中で一番善逸がついてた。ついてたってどういうこと。ナンパしな、ルンルンルン。ナンパなんてしないよ。暗いな。すごい悲しくなってきた。すごい悲しくなってきた。一人で。すごい一人で悲しくなってきた。顔いらん。トイレ行きたい。見てるこっちも悲しい。こんなはずでは。いやでも綺麗だよ。一人で来ても一人で来てる人いないけど。明日最終日です。綺麗。ちょっともうちょっと見ようぜ。あと5分ぐらい、せっかく来てんだから。写真は撮ったけど、ハートとかどこにあるんだろう。ハートが見当たらない。夏はリサリビがさらに綺麗。私も彼氏と行った時感動した。彼氏と恋人と行くとなおさら感動するんじゃない、うん、恋人と行くと固定。今日はでも天気が良くて良かったですね。曇ってなくて。告白されたら嬉しい。カタカナでハート。カタカナでハート。どこだ。ハートわかんない。カタカナでハート、どこだろう。どこに書いてある。ハート、ハート見つかない人は彼女できない。ハートってこれかな。これが歯かな。違うかな。ハートが見えない。素晴らしい。ありがとう。配信ありがとうございます。いや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 。ホワイトでナイス。高画質、これでも高画質です。多分ツイキャスの方が綺麗だ。意外とでかい。あ、これなんだ。はーはー、とがわかんないけど、これがとなのかな。もしかしてこれがとなのかな。5個ナイス。うわー、ありがとう。でん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 。でんでんでん。5個ナイス、ありがとう。箱だけ夜景最高。おお、やった。10倍きた。50個ナイス来た。
ハート分かった。これがハートだ。10倍ナイス。エクスペリアン。これ一応11プロなんだけど、画質いいはずなの。画質が。月も見つけたし、あれ月が見えなくなあ、これが月か。月。月。クレアバタナさんありがとう、マスコット。みんな。ちょっともうちょっといますね。あともうちょっといようか。まあ今来た人もいると思うしね。今来た人もちょっと寒いけど、もうちょっといよう。めちゃくちゃ寒いけど、寒いけど。そうなんだ、臨時休業中。めちゃくちゃ寒い、めちゃくちゃ寒いぜ。標高何メートル分かんない。でもどうなんだろう、すぐ着いたけどね。札幌の方がもっと高かったような気がする。分かんないけど、綺麗。そう、もうちょっとね、多分。クレアバタ、リンゴナイス、リンゴナイス。333メートルあって、リンゴナイス、ありがとう。写真も撮ったね、後であげますね。写真の方が多分綺麗だと思う。写真の方が綺麗。誰と来たかった。こういうあの色がついてるの綺麗だね。色がそのほら紫とか青とか緑とかイルミネーションみたいに。色がね。このカメラじゃ限界が。ニコン D4 で撮影します。前割り切り。そりゃそうだろう。綺麗。練習してんの？家で。これが100万ドルの夜景だ。香港、香港となんだ？ちょっと忘れたけど、香港と他の世界三大夜景。イルミネーションやってるからカラフルなのか。わかんない。そうなのかな。そうかもしれない。ラジオイルミネーションやってるからかな。3個ナイス、ありがとう。神戸じゃない。やっぱ夜景はいいものですね。下でイカ飯食べてみて。いやもうお腹いっぱいだよ今。神戸の方が綺麗なの。神戸行ったことない。香港も行ったけど香港見てないんだよ確か。あれ、あ、ごめん、自分香港の景色見たわ。確か見たよな自分。ちょっとさっき行ったことは言ってたけど、あの人と行ったよな確か。行ったよな、タクシーで行った気がするわ。ありがとう。香港も行ったな。なんかな、行ったよな確か、覚えてるわ。なんか思い出したわ。タクシーで行った気がするわ。なんか行ったよな。行った。思い出した。行ったわ。行ったわ。思い出したわ今。めっちゃブレた。記憶が思い出したわ。香港行ったわ。なんかめちゃくちゃ遠いところ。室蘭の夜景も綺麗。だから世界三大夜景の2個行ったってことだな。あと1つはどこ ?2 つは制覇したんだよ。2つは制覇した。マスコットありがとう3個。2つは制覇した。フォーマンさんありがとう。あと1つどこだっけ。いやでも函館の方がなんか感動する。よし、そろそろ戻りますか。ちょっと寒いんで。あ、モナコだ、モナコ。長崎。え、なんで函館入ってないの。長トロ。なんで西八王子って。さあ、皆さんいいですか、もう。かなり綺麗な感じ。最後も見てください。ちょっと、
そろそろ出ますよ。ちょっとトイレ行きたいんで。3個ナイス、3個ありがとう。ルンルンルン、ちょっと写真撮ったね。3個ナイス、ルンルンルン。写真撮ったんで後でツイッターにあげますけど。おお、3個ナイス、ルンルンルン、ありがとう。クレオパトラさん、ありがとう。3個ナイス。うわ、やべえ、マジで20倍、60個と一緒だ。ありがとう、ない20倍ナイス、ナイス20倍やばい、ありがとうございます。20倍ナイス、3個ない、ルンルン。日本の線、函館、神戸、長崎、長崎行ってみたいよね。ルーム2個ナイス、長崎行ってみたいね。今度マスコットありがとう。人も結構いるが、長崎も今度行ってみたい。ちょっと行こうか、もうそろそろ。ごめん、ちょっと。うわー、またねだ。15個ナイス、オーバーナイス、ありがとう。バイ出た。じゃあちょっとね、そろそろ函館の夜景とおさらばで、前者の心の息でいいこと言った。もう10分、20分ぐらいいるよね、多分20分ぐらいいる。じゃあちょっとお別れしましょうか。綺麗だったね。ちょっとトイレ、ごめん、トイレ行くわ。ちょっとまだ見たい人いたら言ってほしい。ちょっとトイレ行くわ、まだ時間あるから。もうでも寒いな。ありがとう。いやでも今回のねメインで、入れてよかった。いいよかったね、見れて反応した。まあ録画残すんで、見逃した方は24時間後見れるんで。マスコットありがとう。いやなんか心がスワンって綺麗になったね、心がピャーンって。雨じゃなくてよかった、心が綺麗だとピャーンって。トイレ行きたい、心が現れた、心がかよわかに、かよやかになった。ちょっと待って、トイレ行くね。清らか、そう、清らか、清らか、清らか。うん、帰る、もうすが、こう、なんかこういうとこに記念メダルとか言ってるよね、よく。記念メダル、よくなんかこういう観光スポットに言ってるよ、記念メダル。10倍です。みんな堪能してくれました？
もうあのもう下降りるんですけど、あれですよ、まあ録画残すんで見たい方はいい感じ見れました、ありがとう。ルーメンルンルンルン、手洗ったわ。お土産コーナーある。入るか、ニーコナイスありがとう、ルンルンルン、ニーコありがとう。入るか、ルンルンルンありがとう、ありがとうございます。いや綺麗だった、来てよかった、ルンルンルン。いや歩いて帰るぜ、帰りはタクシー、行きはタクシー使ったけど、とりあえず歩いて帰るぜ。ルンルンルン、坂を下って帰るぜ。あ、ロープウェアもちろん乗るけど、よっしゃ。20分ぐらい見たよね、20分ぐらいは、20分ぐらい見たよね。あ、ここからも綺麗だよ、ほらここからも綺麗。ちょ、帰りのロープウェイで見せよう、綺麗だ、見れる方、クレオパトラさんありがとう、ルンルン。ちょ、帰りのロープウェイからも見れる、ここからも綺麗だが、ガラスで反射してる。ちょっとロープウェイで見、ロープウェイでちょっといいところ座れればいいけど。よ、裏夜景、あ、これが裏夜景の、こっち裏なの。マスコットナイス、マスコットありがとう。ゆうちゃんにしてくれた、ありがとうございます。 OK、綺麗なところ。
早い。お客様にご案内いたします。あっという間だ。あっという間だね。早いね。降り口は進行方向に向かう右側です。あっという間だ。その札幌で行った時の方がその登るの長かったね。まあそうだけど高さ。振りですか。溺れをだなす。うん。よっしゃ、着いた。徒歩でちょうど。電車の下に入れましたので、ご注意ください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、あっという間だね。下に降りるのは下りは最速だわ。相場と同じだね。下りは最速。あっという間に戻ってきた。途中で停止しなかった、下りは最速。いやー綺麗だった。綺麗だったね。夜はいいよ。よし、ここから帰るんだぞ。歩いて。なんで BO はやんないよ、こっちで。さて、歩いて帰りますか。寒い。寒いね。バスも出てるんだ。バスも出てるらしいね。太ったら。さあ歩いて帰る。坂道を下って、坂道を下っていく。どうだった？でも綺麗だったよね。普通にかなり綺麗だったけど。あー綺麗だった。ナイス、ありがとう。ナイス、収穫がルン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 。ありがとう、見たんだ。ルンルンルン、見えてよかった。ルンルン、まあ見逃した方は録画残すんで、あと写真の方がめっちゃ綺麗なんで、写真をツイッターにあげます。写真の方が多分綺麗。ちょっとね、どうしてもね、画面を通すとちょっと画質がちょっと下がっちゃうから。うわー10個ナイス、マジか。ルン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 、倍が出ない。ルン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 、10個ナイス。うわー倍が出たらな、でかい。ありがとう、10個も。10個ナイス、ルン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 、やけーナイス。全部残、函館はちょっと全部残そうか。ありがとう、ルン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 。ちょっと倍出ないのかよ運営さん。ルンルンルン、ありがとう。ありがとうございます。ラッキーピエロも見逃した。ラッキーピエロもね、ちょっと録画残すんで。ラッキーピエロ、後ろの人に追われてる心配なんていうか、そんなこと気にしない。焼け終わっちゃった、すいません。
20分ぐらいは見たんですけどね、録画残すんで見てください。24時間後に録画が残るんで、20分ぐらい見たと思うんだよね。でもみんなだって結構もうすぐ見て帰ってたね。みんなすぐ見て帰ってた。クレープが昨日リュックの中で潰れてそう。まあ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 。寒いな。録画見る。24時間後だからちょっと不発の使用上24時間後じゃないと公開できない。明日かな。明日の今頃。朝の丼めっちゃ美味しかったね。美味しかった。ハンバーガー飛び出てる。クレープとラッキーピエロ以外何買ったの？クレープとラッキーピエロ以外買ってないよ。食べ物は。あの服は買ったけど、ラッキーピエロ。団体はいましたね。中学生かな？中学生。あ、違う。今のところはいなかったけど、どっか行った時いたね。お土産なんていらないだろう。ビールも飲んだ。どうしよう。夕飯もうちょっと後まで行こうかな。なんか夜中じゃなくて、結構もうちょっと経ったらちょっとラーメン食べようかな。ラーメン食べに行こうかな。10時ぐらいにね。ちょっと今じゃちょっとお腹いっぱいだからな。ラーメン食べようかな。一回、おお、ちょ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 。ジュポ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 、大ちゃん大満足。ドンチキ。ドンチキドンチキドンチキ。ありがとう、水上花火。ありがとう。焼き鳥弁当？焼き鳥弁当にする？ラーメンは明日でいいか。修学旅行団体いると動きにくい。まあでも人少ないと思うよ今。焼き鳥弁当みたい。買ってくか。じゃあさっきのとこで焼き鳥弁当買ってくか。でちょっと後で食うか。後でっていうか一回休んで、ちょっと一回寒いからホテル帰って温まって、2時間か3時間で休憩して、焼き鳥弁当腹いっぱいでも食える。そんなうまいの？まあでも買うべきだな。でもそこまで言うなら、そこまで言うのは買うべきだな。タレが好き。これ歩いても行けたな、ロープウェイ駅。まあ、時間なかったから、時間っていうかちょっと時間が分かんなかったからちょっと急いだけど、あでもギリギリかな。歩いたらちょっとギリギリか。ギリギリだったか。今19時半だからギリギリだったか。ビールに合う。もうビールいいよ。今日のめっちゃ飲んだよ。いやー函館最高っすよ。函館いいとこですね。いい旅ですね。いい旅、夢気分。現実に戻りたくないね。すすきのに戻ったら現実に戻るっていう。追われる毎日だ。また勝負をしなくてはいけない。また俺は今回の旅で使ったお金を獲得しなくて、勝ち抜かないといけない。そんなに辛い。あ、どっちだこれ。こっちかな。ん？ここがどこなのかわからないぞ。適当に行ってみよう。池ちゃんさん怒ってるかな。さっき怒ってたな。家の前で待ってるって怖いな。数字に追われる。仕事してしまくても
おお、こ、函館塩ね、塩ラーメンね。やっぱ塩、函館やっぱ塩だから塩食うべきだね、ラーメンは。塩ラーメン。お土産、お土産買ってコビ売るか、池ちゃんさんに。お土産買ったら許してくれそうだ。塩ラーメン買わないと。カニなんで、カニはいいだろう。塩なんか見よう。寒い。塩って本当にラーメンの中で一番難しいラーメンなんですよ。塩っていうのはシンプル、シンプルだからうまい。シンプルだからこそ難しいラーメン、塩ラーメンは。塩ラーメンで本当にうまいのは本当にうまい。シンプルだからそう難しい。動画来たれるな。湯の川温泉だ。温泉行きてー。クソ寒い。池ちゃんに怒られたの。自分があれなんですよ、池ちゃんさんに言ったわけじゃないんですけど、ちょっとちょね、さっきビールめっちゃ飲んでて、お酒弱い男は男じゃねえって言っちゃったら怒っちゃって、お酒弱い男は男じゃねえって言っちゃったら、あの潜ってて、たまたま池ちゃんさんが潜ってて。温泉行きたい。なんで潜ってんだよな、しかもな。潜ってると思わないよな。タイミング悪いよな。マスコットありがとう。たまたま潜ってるってね。それぐらいで池ちゃん怒るわけない。まあ確かに、そのぐらいで怒ったら器が小さい。こっちかな。やばい、迷ったかも。ここどこなんだろう。どこっすかね、これ。ぐーちゃんとデート、なんでデートしてる。煽るな。ホテルも一回戻ろうか。ちょっと長谷川ストア寄ってから焼き鳥弁当買おうか。焼き鳥弁当でもお金もうないな。小銭あるかな。焼き鳥弁当っていくらなんだろう。500円ぐらいかな。安いんだ。いや今コンビニで下ろせばよかったの。あ、見えた。うわー、ちょっと待って、綺麗じゃない。夜は夜で。そうだそうだそうだ、忘れてた。夜は夜で赤レンガ綺麗だ、綺麗って言ってたら人力車の人が。ちょっと見ていこうか。いいね、昼と夜の風、夜の感じが見えて。ちょっと行ってみようか。通りながら行こうか。夜は夜で町金行って、金庫を漁ろう。なんか函館の塩ラーメンどこがうまいってなんか言ってたな。アジサイだっけ、なんか言ってたな。みんながうまいところがあるみたいな。函館素敵、あの観光で来るには最高なとこですよ。アジサイか。クリスマスイルミネーション、アジサイうまいんだ。アジサイは何、あの近いの、函館駅から近いんだったらちょっとあのアジサイ行きたいな、できれば。あー、五稜郭か。五稜郭ちょっと明日最後行こうと思ってるんで、そこ行ってから帰ろうかな。あ、この近くにもあるんだ。
アジサイ。レンガの近くにある。嘘。でもな、今食えないな。ちょ、今は食えないな。今ちょっとな。でも今多分、うん、入れるっちゃ入れるけど、今ちょっとな。食えや。今食うの？食えるかな？焼き鳥弁当。焼き鳥弁当か塩ラーメン、どっちがいいですかね。あ、多分長谷川ストアあっちにあったよね。さっき人力車の人が見せてたか。食べよう。どやってんの。でもアジサイ両方って、あ、録画残すんで、後で録画残すから、24時間後に。あと写真撮ったからね、後でツイッターにあげるんで。ラーメンはシェアまで空いてるから、お腹減らさないと。まあ、いや、食えるっちゃ多分食えると思うんだけど、塩ラーメンうまければ。夜景終わっちゃいました。後でごめんなさい、20分ぐらい見せたんですけどね、ちょっともうちょっといればよかったかな。でもギリギリだったんで、30分ぐらいいればよかったかな。こんばんは。ハンバーグもクレープも残ってる。まあそれは後で食うから。アジサイ、あ、てかあるじゃん、目の前に。普通に目の前にあったぞ、ラーメン屋。アジサイ普通にあるぞ、目の前に。ここか。うまいのかな。やってないんじゃない。暗いぞ、なんか全体的に暗いぞ。やってないんじゃないか。もうハッピーピエロ行った。やってないんじゃないか。これ閉まってる感じするぞ。あー、仕事見ながら後で公開するんで。これ見え、多分絶対閉まってるよな。この雰囲気でやってるわけないよな。やってたら奇跡だぞこれ。何にも開いてないぞ。多分やってないよなこれ。やってなかったら長谷川ストアで焼き鳥弁当を買って帰ろう。あ、やってませんねこれ。ほら、やってないですねこれ。残念、やってません。やってないですね。どうしよう。長谷川ストアなら、長谷川ストアって駅の近くにもあるのかな。ここで買った方がいいのかな。駅の近くのやってる？ハッピーピエロっていうのは函館にあるハンバーガーショップだね。函館だけの限定の。すき焼きは行ったよ、初日に。初日に行ったよ。ラッキーピエロ、あ、ハッピーピエロじゃないよ。ハッピーピエロってなんか、ジャグラーの名前みたいな。ジャグラーの名前みたいな。ラッキーピエロか。ラッキーピエロ。ジャグラーみたいな。あれ？長谷川ストアって、どこだっけ？あれ？おかしいな。ちょっと、通り過ぎちゃったかな。あっちかな。もうちょっといいや。駅側に行こうか。駅側の長谷川ストアにしようか。ちょっと、ここら辺やってなさそうなのもうな。T シャツ買いましたよ、もちろん。パーカーも買った。パーカーも。見て、赤レンガが光ってる。綺麗ですね。あとある、五稜郭、明日最後行こうか。でラーメン食べて帰ればいいんじゃない。そんな計画で。駅側にないだろう。
雪なくてびっくり、ありがとう。雪ないんだよ、なんか意外と。五稜郭やってなくない？行ってもしょうがないってこと？じゃあ五稜郭、まあ別に何にもなかったら何にもなくて書いてもいいけどね。明日はまあどっかまだ行くとこあれば行きたいけど、いや今回充実した感じですね。食べ物も結構食べたし、まあ夜景も見えたし、あれなんかさっき来た赤レンガと違くない？これなんか赤レンガじゃないよねこれね。あでも赤レンガか、なんか違うな。今どこだ？現在地ここどこだ？あ左か、こっちだね。ちょっと違うとこだねこれ。あっちだね、赤レンガあっちだね。今の赤レンガじゃないね。あ赤レンガってか金森なんとかじゃないね。イカ釣りはね、イカ釣りちょっとしたかったんですけど、今回ねなんとね運が悪いことに10日間釣れてないんだって、イカが。でイカがなくてエビを釣りましたね。エビもうそれも運が悪かった。イカ釣れないらしい今。イカが今釣れなくて、橋んとこ行った。橋本当はイカのせい、イカのね踊ってるのを食いたいんだよね。食いたかったんだけど多分ないね、多分ないね。今回どこにでも多分どこもないね。釣れてないってことはないよ。時期じゃないのかもね。イカそうめん、いやだから食べたかったんだよイカの。楽しみにしてたんだけど食べれない、食べれないっていうかやってないからねえ。夜景見ました、夜景見ました。スプラトゥーン、まあ録画残すんで明日、見れなかった人は見ていただいて。イカ逃げた、なんかイカに逃げられるよな自分。札幌でも食おうと思ったけどなかったし、馬骨昨日のお店あたりはやってたんじゃん。 見に行く？でも今日はもう今日は食え今日はな、でも今日しかないな。明日帰るから食うなら今日しかないんだよね。あやっとわかった、これパンケーキ屋ってことはこっちだな。赤レンガ方向性がわかったわ。長谷川ストアってあの駅の方やってない？買っといた方がいいのかな。じゃあ明日でもいいか、明日の朝。マスコットありがとう。駅の近くになんか今日朝見たんだけどな、朝市場行った時、朝市場行った時長谷川ストアあったんだけど、1週間も入れないよ函館に。2泊で十分だろう、1週間も楽しむとこないだろう。ハンバーガー食べよう、ハンバーガーでもいいけどさ。2日ぐらいでいいんじゃないかな。なんもない、なんもないわけじゃないけど、まあ2日ぐらいでまあ十分かなっていう。お、ここの店はやってる、まだパフェだって。夏なら遊園地やってた。遊園地なんてあるの？うわーなんか綺麗、船が光ってる、船が光ってるぞ。猿が温泉、なんかね自分調べたら
そうそう、猿が温泉入ってる公園とか、公園っていうかなんかそういうのあったら、からそこも行きたいなと思ってたんだけど、ちょっと今回こっち来たから道民ですが、函館雪少ないですね、誰もいない、もうみんな帰ったんだよ、みんな帰ったんじゃないか、寒い寒い寒い、うわ風強い、海の近く、サラ見に行く、ロシアまで行こう、ありがとう、マスコットお願いします、夕飯美味しい、夕飯食い同士だな夕飯食い物って、夕飯美味しいものって食べ通しなんだけど、綺麗だ、ああいう、どうしよう、長谷川ストア寄ってこうか、でもいいか、帰るか、多分長谷川ストアあっちなんだよね、長谷スト行った方がいい、行っとく、多分駅の方行ってもやってないか、マスコットありがとう、あさっきの ビアガーデンですね、ビアホール、まだやってる、ビールうまかった、歩くのだね、いや歩いて帰る、長谷川ストア寄って帰ろうか、じゃ歩いて10分ぐらいじゃないかな、ホテルまで、寒いね、しかし、信号のとこまで、すごい階段が光ってる、綺麗、よし、懐かしい生まれ故郷、今北海道は函館ではないからな、うん、なんか住むならね、やっぱり札幌とかすすきのがいいよね、でも観光に、観光だよね函館は、あやってるわ、やってたわ、長谷川ストア、セイコマのなんかグループらしいな、長谷川ストアは、うまいか焼き鳥弁当、買うか、お金あるのか、てかあそっか、コンビニだからお金下ろせるか、そんなことない、人が住む環境ではないとは言ってないけど、うわラッキーガラダが売ってる、100万ポットパー、これうまかったな、さっき飲んだけどうまかったね、ラッキーピエロもやってる、まだじゃあちょっと買うか、焼き鳥弁当22時まで、すいません焼き鳥弁当一つ、あこっちですか、作ってもらう、注文表に書かない、え、どういうことこれ、何がいいの、味があるんだが、タレでいいかな、タレがいいな、いや小でいいわ、ハンバーガーだから小でいいわ、
ハンバーガーあるから。え、これでいいの？塩なんだよ、それか。タレだろ。なんで塩なの？タレだろ。塩だろ。あ、塩じゃない、タレだろ。タレだろ。なんで塩なんだよ。タレだろ。塩じゃない、タレだろ。なんで塩なの。焼き鳥じゃないんだからさ。小2個食えねえよ。小2個なんか食えないよ、もう。塩だろ。そう、焼いてる。うまそう。いや、違う。ちょっと昼間のハンバーガーが残ってるんで、そう、焼き鳥弁当だけど豚肉なんで。腹いっぱいでも食えるって。すいません。はい、はい、待ってればいいの？注文した。焼き鳥だけも買えるんだ。団子すごいね。でもうまそうだね。ちゃんと焼いてるよ。本格的に。コンビニなのに炭ちゃんと焼いて。飲み物いい。いや、ホテル帰るから。なんで豚が鳥なの？焼き鳥っていうのは焼いたやつを取ってるから焼き鳥って言われてるらしい。焼いて取ってるから焼き鳥みたいな、そういう由来があるらしいよ。人力車の人が言ってるけど。マスコットありがとう。タレは何だって。はって、いや違う、人力車の人が言ってたの。一本でも買って塩。特におすすめ焼き鳥弁当小。ジャンボ焼き鳥弁当。豚チーズ。なんかいっぱいあるね。あ、焼き鳥のメニューもあるんだ。単品もあるな。え、じゃあ単品でよかったんじゃないの？普通に。あ、でも、え、でもこの焼き鳥弁当に入ってるこれは何なんだ？メニューで。どれなんだこれ？焼き鳥弁当に入ってるやつは何が入ってるんだ？書いてない。これは何なんだ？中に入ってるのは何なんだこれ？豚精肉。あ、これか。100円。これでよかったな。ご飯いらなかったな。
まあでもいいや、しょうがない。まあご飯もいるか。まあ一応弁当だから、まあ絵的に弁当の方がいい。絵的に焼き鳥弁当の2の食べ方、出来たて熱々の焼き弁の蓋を開けて、ちょっと字がにじんで見えないんだけどなんて書いてあるのこれ、にじんで見えないんだが、なんて、なんだこれ、よなんだこれ、よ容器か、なんて書いてあるんだこれ、全くわからないんだよこれ、どういうことこれ、よくわかんない、どうやって食うんだよこれ、どうやって食うんだこれ、容器から串を出してどうすんの、容器から串出して何これ、どあーらあーら不思議って書いてある、クリクリッと、ちょよくわかんないですね、ちょよくわかんない、回してかな、抜くってこと、まあ、とりあえず後で、ありがとう、5倍ナイス、ナイス、ありがとう、あ、でもすごい香ばしい匂いがする、めっちゃいい匂いがする、香ばしい、めっちゃ香ばしい匂いが、鶏づくしセット、マスコットありがとう、焼くから美味しい、多分今食えないからな、初心者向け焼き鳥弁当ミニとか、ミニとか売ってるんだ、焼き鳥弁当ミニでよかったな、すごいオリジナル傘、オリジナル傘が売ってる、冷めても美味しいのかな、レンジでチンすればいい、こんばんは、ヨーちゃんさんありがとう、風船ありがとう、今函館の有名な長谷川ストの焼き鳥弁当を買って帰ります、ほぼ予定通りの予定通りの動きですね、